ゴールデンマハシールが釣れたポイントの付近ではエッグヒュンは、釣れるのですか。いや釣れるんだと思うけど釣りたくないの。グーシュンってナマズね、人食いナマズ釣りたくない。あそこゴールデンマハシール釣れたところね、あの辺ね、人の骨がいっぱい落っこってんだよ食ってんだ骨、人の骨が、人の、もうだから、あ、骨だ、動物かな、いや違う、人の骨がいっぱい落っこってんの。なんでっていうとね、あそこを人な流すのよ。で、あの時にも、あれで釣りやめちゃったでしょ。もうね、もうこっちは釣りやる気がない。なんでっていうと、人が死んで毎日のように行くんですよ。河原に来て、でそうするとあーと思うんで、こうやってこう人を置いといて、そこにガソリンかけてポッて火つけてバーッと燃やすんですよ。である程度燃えて焦げたなっていうところで、みんなで竹でつっついて、あの川に落っこぼすの。ドンゴゴゴラゴラゴラって言って、ダーンと落っこって、あーっとバジャーンと落ちるの。逃げるのよ。ほんとみんな魚がパクパクパクね。ナマズはもう大好きですから、だからもう毎日餌が落ちてくるね。だから釣りたくない。だからもうあれ一匹大きいの釣ったでしょ。あれで僕も釣りやめたんですよ。もう一日あったんですけどね、やんない。だってまだまだ落としてるって言ってさ、で、いや、でもう少し下行こうよって、だってそこで落としてんだじゃんって、まだその辺にあれっているじゃんって、大丈夫大丈夫、みんなもうすぐに魚食べちゃうからって、食べちゃうからっていう、そういう問題じゃないだろうって。だって人の骨ってなんでわかるかって、だってさ、骨にさチタンくっついてたりするのよ、足の悪い人がね、手術でこうチタンをこうやって、それがそのまま落っこってたりさしてるの、これ人じゃないとないでしょ。インドそんなとこですよね。川で釣りやるもんじゃないねっていうのがね、もう本当本当見たくない。反対がネパールなんですよ。ネパールからもバンバン落っことしてくるんですね。ネパールとインドから、だから壁に激突って僕が言ってたのは、あれネパールにタッチしてるんですよ。でネパールタッチしましたけど、パスポートは扱っておりません。あれだってさ、こう浅いとこ行くとダーって言ってネパール上陸してこうやって投げてんだから、反対側だってインドだしみたいなね、だからあの時はネパールにもインドにも行ったということになるわけでございますね。はい。動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。